さん、こんにちは。心理カウンセラーのカウです。はい、いつも心理学のお話をしてるんですけれども、今日は私のマイ自転車をシェアしたいと思います。はい、なぜマイ自転車をシェアしようかと思ったかというと、私今三輪車を乗ってます。はい、三輪車ってね、こんな年になって三輪車を乗るとは思ってなかったんですけど、やっぱり足の手術をして、今右足の足の甲の部分ですね、甲の部分の筋肉が取ってしまってない状態なんですね。まあどういう状態になっているかと言いますと、じゃじゃじゃん、こんな感じの今足になっています。ここが背中の皮膚をこっちに持ってきた形になっています。はい、このようなアングルでございます。はい、っていう感じで、なので結構その踏ん張ったりとか、こう漕ぐ力がなかなか入らないんですね。こう上げる力がないので、なんでまあこの年になって三輪車に乗るとは思ってなかったんですけど、今実際に三輪車デビューしてますので、まあね、本当に足の手術して自転車が乗ることが困難なんだったりとか、自転車に乗ることを躊躇している人がいれば、まあ大人になってもこういう風な自転車乗ることができるんだよとか、三輪車って皆さんどういうイメージかわかんないんですけど、意外に可愛い三輪車があるんですね。後でちょっとご紹介しますけど、ブリヂストンですよ。ブリヂストンの可愛いね、電動の三輪車になりますので、まあ、こういうものがあるんだよっていうことを知っていただければ、またなんかその足が不自由になってその移動に困ってるとか、今こういう症状だけどうしたらいいのかなっていう人の、まあ、一つの知識になればなと思います。はい、じゃあ自転車紹介しに行きます。レッツゴー。じゃじゃじゃん。はい、こちらが私のマイ三輪車でございます。ルルルルン、どうでしょうか。すごい荷物がいっぱい入って使いやすいです。なんか田舎のおばあちゃんがね、漕いでるような自転車ですけど、でも乗り心地がすごい良くて、きちんと電動で、はい、ちゃんと電源もついております。はい、ちょっと外出てきたので、せっかくなのでちょっとこれで、はい、サイクリングしていきたいと思います。今日はここで、実はがんセンターに来てます。病院に来てます。がんセンターで、がん患者の人とか、がん患者の、家族対象に、まあそういうみんなで集まって、いろんなことにトライしてみたりとか、いろんなことをシェアしましょうっていう会があるので、それに参加しに、自転車をこいでやってきました。なので、それの、まあ、今日は呼吸ヨガっていうものが開催されるみたいなんで、それにちょっと参加してきます。
風ヨガしてまいりました。すごいスッキリして気持ちよかったです。はい、じゃあもうお家にまたマイチャリに乗って帰りたいと思います。自宅に帰ってきました。はい、自転車で、まあ、2駅ぐらい先にあるあの病院に行ってきたんですけれども、あの何に不自由なく、はい、自転車で移動できております。っていうのも、あの私は手術する前にですね、まあ、足の甲の、まあ、筋肉、まあ、皮膚全体の移植と、まあ、筋肉を音を取り出すっていうのをあの、まあ、先生から説明を受けて、で、まあ、先生からその時、まあ、一生器具をつけて、まあ、生活しないといけないっていう風に言われてたんですね。足首にあの装具みたいな形でをつけて、で、まあ、もちろんヒールは履けません。で、まあ、靴も、まあ、そういう専用の靴、ビリビリって剥がすような、まあ、その専用の靴しか履けませんっていう風に、まあ、自転車も乗れません。で、まあ、足のしびれっていうのが一生残るんで、まあ、その薬、しびれ止めの薬をもう一生手放すことができませんというお話を受けていました。まあ、病院っていうのは、まあ、比較的最悪のことを説明した上での手術だったりとか治療っていうのをするんで、まあ、先生がそれを言うのは当然なんですけど、まあ、やってみないと分かんないっていうことなんですよね。それに怖がりすぎて、まあ、動けないだったりとか、それに、まあ、真に受けすぎて、うん、すごい気持ちが病んでしまうっていうこともあると思うんですけど、それが全てではないっていうことを知っていただきたいなと思っております。はい、まあ、先生からそういう説明を受けて私もすっごい怖かったですし、もう一生自分自身は、まあ、歩くのが普通の歩き方ができないんだっていうのも覚悟しました。けど、まあ、いざしてみたら、確かに足の甲の筋肉は全てなくなったので、あの、動きは制限はされたんですけど、まあ、今薬は全く飲んでいません。痺れも全く出ていません。はい。で、自転車もその三輪車っていう新しいアイテムを見つけて、はい、あの、また乗って、どこにでも移動できる状態が、できてます。で、装具もつけないといけない、一生つけといかないといけないって言われたんですけど、今装具も一切つけることなく、あの、日常生活を過ごしています。はい、なんで、まあ、その病気だったりとか手術っていうのは人生においてすごく大きな出来事だと思うんですけど、何を信じれるかって言ったら何も信じれないと思うんですよね。未来ってどうなるか分かんないんで。ただやっぱり自分の可能性を信じるっていうのはやらないといけないことかなと思います。まあ、本当に自分自身の、 あの体と自分自身のやっぱ人生っていうのが信じてあげる、自分だったら大丈夫、何が起こっても大丈夫っていうところを信じてあげて、まあ、そういう手術だったりとか何か違うことにチャレンジしてみるっていうのは、うん、できることはそれしかないかなって私は思います。はい、で、私もチャレンジしてみて、チャレンジというかもうそうするしかなかったんですけど、まあ、手術を受けてみて、やっぱり痛みが取れたりだったりとか、薬なく痛みなく日常生活が過ごせるっていうのはやっぱり思い切って手術を受けてみたからだと思います。で、やっぱりやってみないと分かんないことがあるんで、やった後はその状況をどれだけ自分自身がプラスに捉えていって、それをまあ克服していけるかっていう部分だと思うので、まあ、あの三輪車のシェアっていうのも一つと、まあ、手術を受けた後、手術を受ける前、まあ、信じれるのは自分自身の体だったりとか自分自身の人生っていうところだと思うので、うん、生きている限りは終わりはないので、続けていかないといけないのが人生なので、どうせ続けるなら楽しく自分自身のできることを喜び、できることから何ができるだろうっていう風に考えていっていただければ、少しあの気持ちも心も楽になるかなと思います。はい、じゃあ今日三輪車、こんな三輪車があったんだっていう風に驚いた方、面白いなと思った方は、いいねボタンやチャンネル登録の方お願いします。まあ、発信する一つのすごい励みになります。で、またこういうと場合どうするのとか、こういう時ってどういう風に考えるのっていう、まあ、相談やお悩みだったりとかもコメント欄だったりとかメッセージの方でいただいたら、また動画にしてお答えしていきますので、
なるほど。よろしくお願いします。はい。では本日もご覧いただきありがとうございます。バイバイ。